おはようございます。はい、今日8月16日菅平ショップも元気にオープンしてます。まあ、あのですね、ここだけの話ですけど、今年はもう今日明日で終わりなんじゃないかっていうもっぱらのあれですよ、あの菅平の中ではですね、そういう感じになってるんで、まあうちもですね、今日と明日営業したらですね、あと片付けて、東京の方に戻ろうかなというふうに思っております。ただですよ、まだ今日もやってますんでね、今日はもうね、細かいとこ紹介しようと思って、店内はね、そんなにもう変わってないです。すいません。あの、もう、一昨日かなぐらい にあの入荷してから、ほぼ、あの、ちょっと帽子が入ってきたぐらいで、あんま変わりませんよ。もう、しょうがないです。今あるもので、勝負です。まだね、お買い得商品がいっぱいあるんで、ぜひ、まだいらっしゃる方、見た方、来られる方、お願いします。はい、今日紹介したらまずですよ。これ、なんかね、来られた方も来た。ここにですね、これ見よかしに置いてる、これ、当然売り物じゃない、切ったね、スパイク置いてくれな、とかって言われたんですよ。某先生とかに。違うんですよ、これ。これ見てくださいよ、これ。ダン・カーターのサイン入りの使用済みのスパイクなんですよ。使用済みですからね。ついてるわけですよ、どっかの芝生とかが。なんかちょっと汚れてるわけですよ、いろんなところが。これダン・カーターが入ってたスパイクですよ。気になるのがですよ、サイズですよ。どう思います？何センチぐらいだと思います？ 7.5。とか思うじゃないですか、ダン・カーターなんですから。違うんですよ。全然バックスの選手にして、まさかの 29.5。でかくないですか？でかいでしょ？でかい。そういうことが分かるのが、この本物のスパイクじゃないですか。置いとくんで、あの、見てくださいね、皆さん。いいですか？こうだな。こうするとサインが見える。こうか。よし。なんで、まあ、あの、触りたい方は言っていただければ触っていいんでね。で、今日はですよ、それじゃないんですよ。一番紹介したのは、こちら。こう。ラグビーコーナーっぽくないじゃないですか。これね、昨日みんなでうちの子たちと話して気づいたんですよ。これ最高じゃねえかって。これ知らない方もいいかもしれないけど、これサックスっていうあのブランドのあのパンツなんですよ。アンダーウェアね。これ何がすごいって、まずですよ、ちょっと開けると、まずちょっと若者好きっぽい、例えばですよ、これバナナですよ、デザイン。え？こんなんとか、例えばですよ、見てこれ。はい、何ですかこれ。お相撲さんですよ。じゃあデザインもさることながら、何がすごいって、中は見えます？はいはい、ここに、ここね、あの男性用なんで、ここにですよ、こういう書いてあるけど、ボールパークポーチっていう、中にこうポケット、なんて言えばいいんだろうな、仕切りみたいのがついてるわけですよ、パンツの中に。これは本当に男性諸君であればわかるはず。みんなこれ最初バカにするんですよ、何それ言うけど、履いた瞬間みんな、え、何これって言って、気づいたらうちのスタッフ全員履いてるよね。履いてるよね。履いてます。履いてるよね。はい、履いてるよね。私も、はい、見せますけんませんけど、ほら履いてるんですよ。あのね、これマジでおすすめなんで、あの男性の方はもちろん、あのご自分で1個は買ってほしい。で、いろんなシリーズがあるんですよ。あのボルトとか、あのスポーツメッシュとかあるんですけど、基本的に何が違うって、まあ素材とかが違ったりして細かいところ違うんですけども、一番のその おすすめポイントっていうのは、このボールパークポーチなんですよ。それはみんなついてますから、どのパターンかタイプ買っても、あとはデザインとかで選んでいただければいいんじゃないですかねって気もしますけども、ぜひですね、これ1個多分買った瞬間にみんなここにコメントを書きたくなる。最高っすって絶対言う。そしてですよ、女性の方ですよ、これはあのプレゼントね、奥様、彼氏、あ、奥様、いや、旦那様、彼氏、その他もろもろ、プレゼントにも最適ですよ。これもらって、なんだこれっていう男性はいない。いないよね。いないよね。と俺は思う。それがまさかなんですよ。菅平ショップには買えるんですよ。ぶっちゃけウェブとかね、東京店に売ってますけど、これマジでおすすめなんです。なんでちょっと、まあ、調べていただいてもいいですよ。サックスで、SAXX で、ね、調べていただければ、出てきますんで、ぜひですね、これを買っていただいたい。ゲットしていただきたいというふうに思っております。というわけでですよ、今日はなんだろうな、もう菅平店でご紹介するものはないんですよ。今年ですね、規模縮小してまして、
ちょっと狭いんですよ。あの見えると思うけど、あのブリティッシュラインズのあっちの棚の裏側がもう倉庫になっちゃってるんですよ。普段はですよ、これ全部お店ですから。プラス外にも商品出しているぐらいが通常時の姿であるんです。今回はですよ、コンパクト姿であるってことで、あのこうなっちゃってますけども、まあしょうがないですよ。いいんです、いいんです。誰ですよ、昨日姿の方と話しました。あの、去年に比べたら、あのよっぽど、よかった、来ていただいて、みんなあの大変ですけども来ていただいてよかったってことなので、まあ私たちもあの今年から来れてよかったなというふうに思ってます。まだ明日1日残ってますけれども、あのこんな感じで営業してますので、よろしければぜひ。では